ンポン。ついのです。少し前から憧れのゆかり先生とあかり先輩の集まりに参加させてもらえるようになりました。毎日楽しく、本当に楽しく過ごしています。あ、ごめんなさい、二人のことを知らない人もいるかと思うのできちんと紹介していきます。こっちがゆずきゆかり先生。 IQ に顔が取れて影分身ができます。いつも話題を持ってきて動画を盛り上げてくれるムードメーカーです。こっちがゆかり先輩。何でもできて優しくて私のことをいつも気にかけてくれてます。あかりイズマザー。流行ります。嘘です、自己紹介もします。ついなです、よろしくお願いします。いつもは関西弁で喋るんですけど、普通とは逆に行きたい先生が。逆に関西弁のキャラなら逆に標準語の方が逆にインパクト出ますよ。逆に曲が多すぎて意味がわかりません。また私の他の特徴としていつもバーサーカーを連れてます先生が。マスコットキャラいた方がキャラが立ちますかねと言ったからです。ちなみに先生が連れてきたバーサーカーはこの子です。おっさんです。孫うことなきおっさんです。おっさんがマスコット、斬新ですね。ああ、悪霊を封じ込めてた壺が壊れた。そしてバーサーカーに憑依した。そうなんです。皆さんも気づきかと思いますが、この動画いつも展開が雑なんです。で、なんかこっち来てる。ピンチです、ピンチです。にゃうら、うちのつい何しとんじゃボケ。先輩、なんやこの黒いおっさん。悪霊に取りつかれたおっさんです。もう意味がわからん。ふはは、先生に任せなさい。何こいつ、影分身の術いけ。ダメでした、雑魚すぎてびっくり。こんな感じで毎日を楽しく過ごしております。改めて皆さん、まだまだ未熟で至らない点もたくさんありますが、精一杯頑張っていきますので今後もよろしくお願いします。いや、今週はついなちゃんウィークやったな。ありがとうございました。口調髪型が決まったので、あとは服装ですかね。せやな。あとメガネ。それはいらん。ツルツルのカツラ。あれびっくりするからほんとやめてね。